はい、おはようございます。ということで今日はもうめっちゃ天気が良くて、なんかどっか行くのには最高の一日のような気がする。でしかもね、気温が本当にもう最高というかね、あったかいし風も気持ちいいっていう感じで、ただちょっと風強いな。この今裸 GoPro の状態なんでね、これだと風がどうなるのかなっていうのがちょっと気になるところ、うん、そうそう。でね、だいぶね体調戻ってきたっていうこともあって、今日はねリリースされたばかりのダヴィンチリゾルブ18ね、これについてちょっと一本動画作ってみようと思います。いや本当この辺ね、数週間前は桜だったんですけれども、もう新緑ってやつですよ。いい感じ。はい、どうもこんにちは、むかあげです。ということで今日はね、先日ベータ版がリリースされたダヴィンチリゾルブ18のね新機能等について、簡単に見ていこうかなというふうに思っています。というわけで、先日ブラックマジックがですね、来たるべくナブショーに向けて、めちゃくちゃたくさんの商品っていうのを紹介して、その流れの中でダヴィンチリゾルブの最新版の18のねベータ版っていうのが公開されたということなんですね。ただね、今回はダヴィンチリゾルブは18ということで、僕の場合ダヴィンチリゾルブ11か12あたりから使い始めてきているんですね。で、使い始めた当初っていうのは、12の次っていうのは13じゃなくて14なんですね。13っていうのは意味数だから、ダヴィンチリゾルブ13っていうのはないんですよ。12の次は14だったんですけれども、この12から14にアップデートされた時っていうのは、結構大きな話題になったんですね。ダヴィンチリゾルブ14からフェアライトっていうページっていうのが追加されて、その次のダヴィンチリゾルブ15になるとフュージョンページっていうのが追加されるんですね。これまでこうスタンドアローンで使っていたフュージョンっていうのがダヴィンチリゾルブにも追加されて、で16になるとカットページっていうのが追加されたっていう感じなんですね。なので14、15、16とダヴィンチリゾルブってこう主要機能っていうのが結構バンバンバーンとこう続けざまに追加されていったっていう感じなんですけれども、17からそういったこう新しい強力なツールが追加されるというよりも、それぞれのこう主要環境にアジャストしていくようなね、それこそダヴィンチリゾルブ17になるとアップルの M1 チップにもう早い段階でネイティブ対応したりだとか、どちらかというと使いやすさっていうのを1段階上げていったのがダヴィンチリゾルブ17っていう感じなんですね。で今回の18っていうのも、その17と同じような流れの中で来ているアップデートっていう風な理解でいいかなというふうに思うんですね。でそういうこともあって、決してね、なんかこう分かりやすい大きな追加機能っていうのがあるわけではないんですね。ここにね、こうダヴィンチリゾルブ18の新機能っていうことで、これねインストールするときに出てくる画面なんですけれども、こんな感じで、だいたいこう8つぐらいの新機能っていうのが紹介されていて、まず最初にブラックマジッククラウドコラボレーションということで、今回こうダヴィンチリゾルブ18が発表されたのと同じタイミングで、このブラックマジックはクラウドベースのコラボレーションツールっていうのを発表して、それに対応するような外部機器っていうのも一緒にこうダヴィンチは今回こう発表したっていう形で、なのでこう今現在の一番大きなこうトレンドとして、このダヴィンチっていうのはこのクラウドに今力を入れているっていう感じなんですね。であと何気に大きいのが、この簡素化されたプロキシワークフローっていうことで、これまでもダヴィンチリゾルブっていうのはこうプロキシを使って編集することっていうのができたんですけれども、その切り替えっていうのがもうめちゃくちゃ簡単になったんですよ、この18から。例えばこうカラーページを使ったこうカラー補正なんかでは、オリジナルのデータっていうのを見ながら色編集っていうのをしつつ、例えばこうカットページだとか、あとエディットページでテキストだとかトランジションとかっていうのを調整するような時っていうのは、別にこうオリジナルデータを使う必要がないんで、こうプロキシデータを使ってこうサクサク編集していくことができるみたいな感じで、これは特にやっぱこう PC スペックとかっていうのがそこまでこう突き抜けていない場合っていうのは、重い作業にでも対応しやすくなったっていうこと でその他にもこう字幕機能の強化だとか、あとテキストの形状のアクセレーションにも対応して、 Apple のニューラルエンジンにもサポートっていう感じで、この辺こう新機能として8個紹介されているんですけれども、そのうちでも例えばこのコラボレーションであったりだとか、プロキシワークフロー、あとこの Apple のニューラルエンジンサポートとかっていうのは、こうなんだろう、それぞれのこう使用環境っていうのにこうアジャストしやすくなった、そういったまあ機能と言えるのかなというふうに思います。ということもあって、こう実際こうなんだ、こうダヴィンチを使っていく上で体感できる新機能っていう形では、この辺のこうオブジェクトマスクや 3D シンドマッド、あとこの辺のねこうサーフェストラッキングオーバーレイ、この辺の新機能、エフェクト系
系の新機能っていうのが、まあ、追加されたっていうのが、まあ、ダヴィンチリゾルブ18かなっていう感じで、なんだけれどもこの辺のねオブジェクトマスクなんかっていうのは、まあ、以前からねあるものなんで、今回の18で新しく追加された機能っていう風になると、この辺のこう 3G 振動マットデプスっていうのを扱えるような機能であったりだとか、あとこのサーフェイストラッキングっていうのはこの表面の動きね、例えばこういったこう服の動きとかっていうのをトラッキングすることができるような機能っていうのが、まあ追加されたかなっていう風な感じなんですね。まあそういうこともあって、あまりね真新しい機能っていうのがあるわけではないんですけれども、その中でも特にこのね 3G 振動マットっていうのが、まあ個人的にこの18の機能の中でも一番大きなアップデートポイントじゃないのかなというふうに思っていて、これまあどういうものかっていうと、僕なんか普段のフォトショップだとかイラストレーターとかっていう、こう画像処理系のソフトっていうのを使うことが多いんですけれども、この振動マッピング、こうデプスっていうのを可視化するようなマッピング機能っていうのはフォトショップではもうずっと前からついていて、これで僕すごくよく使うんですよ。そういうこともあって、このダヴィンチリゾルブでもこういったこう振動マップが使えるようになったっていうのは、個人的にはね結構ね嬉しいアップデートなんで、まあこの振動マップでどういうものかっていうと、まあエディットページでも使うことができるし、フュージョンページでもカラーページでも使うことができる、そういった機能なんですけれども、今はまあ簡単にこうエディットページで使ってみると、まあ、このエフェクトっていうところから、まあ例えばこのデプスっていうふうに打って、これデプスマップっていうのがね出てくると思うんですけれども、これが振動マットのことなんですね。これを例えばここら辺にドラッグします。そうするとこういう形でこう白と黒との濃淡で表されるようになるんですね。でこれ何かっていうと距離なんですよ。振動デプスなんで、具体的にじゃあ例えばこう僕なんかはどういう使い方ができるのかっていうと、こういったこう僕がこう今ね撮影しているこう室内の撮影なんかで、僕自身を切り取る、僕だけを切り取るやり方っていうのはこうダヴィンチリゾルブでもいくつかやり方があって、それこそまあ例えば、カラーページなんかに行ってもらって、この辺でマジックマスクこんな感じで僕自身っていうのをピックアップして、であとはまあこれをトラッキングさせてやれば、まあ僕自身を切り取ることっていうのは比較的簡単にはできるんですけれども、これ切り取るのは簡単でも、実際にそれを使うっていう風になると、いちいちこうトラッキングとかっていうのをさせなきゃいけないですし、手間っていうのがかかるんですよね。で、しかもこうやってこう、身振り手振りが大きくなっちゃったりすると、このトラッキングとかっていうのがいつの間にかこう外れてしまうっていうこともあって、でなかなかこういったこう10分だとか20分の室内撮影でこう人物だけを切り取るときにこのマジックマスクを使うって結構めんどくさいものなんですよね。まあ、なので僕の場合ねこの辺のこうクオリファイアなんかで人物を切り取るというよりも僕のその要素ね、肌色だとか服の色とかっていうのを色相彩度輝度っていうこの3つの要素っていうので、それをまあクオリファイアして、まあ色を変えていくっていうことをやっていたんですけれども、今回のこのデプスマップっていうのを使うと、この色に関する指定じゃなくてレンズからの距離デプスによって写っている物体っていうのを指定して、それだけまあ切り取ることとかっていうのができるんですね。僕もねちょっと今ねちょっと本当使い始めた感じなんですけれども、クオリティはねベターと、あともう一つファスターっていうのがあって、今回ちょっと早くしたいんでこうファスターっていう風にしますね。でここにプレビューオンオフができるんですね。インバート押せばこの距離の、ね、色、これデフォルトの状態だと白っていうのが近くて黒っていうのが遠いっていう風なそういったね扱いになってるんですけれども、それがインバートをすると逆になるんですね。近いところを黒くして遠いところを白くすることができるみたいな感じになります。であとこの辺でこうアジャストマッピングっていうところでこんな感じでファーを全部もう飛ばしちゃってニアでやる、そうするとこんな感じでこうデプス上は僕の輪郭っていうのがこう、まあ、簡単にこう切り抜きすることができるんですね。でこれまあ実際どういう風に写っているのかっていうとこんな感じで、まあ人物は簡単にこう切り取れるわけですよ。距離感によってデプスによって写っているものっていうのを簡単にね切り分けられる。あとこのファインネスっていうところでこの辺のこうこの辺エッジの部分ね、エッジの部分っていうのをこの辺をこうなんだろうブラーとかかけたりしながら目立たなくさせていく。そうするとこんな感じで簡単にこう人物だけが切り取ることっていうのができるんで、例えばこんな感じでカラーブーストかけましょうと、でコントラストもちょっとかけましょうと、でミッドをちょっと柔らかくしましょうみたいなことを簡単にかけられる。これ人物だけにね、まあ、こっち背景なんで、この機能っていうのはこういったこう室内撮影なんかでめちゃくちゃ使える機能かなと。
なんだこれ、得られる効果っていうのはさっきも言ったように僕自身にこうマジックマスクをかけてそれをトラッキングさせている映像と変わらないんですけれども、やってることっていうのが違っていて、これはもうデプスによって深度によってこの画面に映っているものっていうのを切り分けていくことができる、それだけを抽出していくことができる。なので今のこの室内映像の場合っていうのは僕だけをこうデプス情報から引き抜いてそこだけに色補正とかっていうのを加えやすくなるっていう感じで、例えばじゃあこれ逆にこの辺で背景とかっていうのをぐーっとね下げても僕だけは変わらないみたいなね、上は変わらないんですよ、暗くしたのはこっちだけなんでね。こんな感じでこのデプスマップっていうのは結構ね、いろいろとこう使い勝手が出てくるというか、それこそ本来ね、このデプスマップの使い方っていうのは、例えば擬似的にこう被写界深度っていうのを浅くして見せることっていうのももちろん可能なんですよ。で、あとこのデプスマップを使うことによって奥行きっていうのをコントロールする機能なんで、フュージョンなんかで組み合わせると 2D の映像や写真っていうのを 3D 的に扱うことができるようになるということで、この 3D 深度マップっていうことなんですけれども、これね、今回から加わった機能で、個人的にはこれが一番大きなアップデートじゃないのかなというふうに思います。その他にもね、例えば、このサーフェイストラッキングとかっていうのもあるんですね。この辺ね、サーフェイストラッカーっていうのありますけれども、この辺なんかも考え方としてはすごく簡単で、さっきも言ったように例えばこの服のね、僕黒い服着てるんで、この辺のこう濃淡とかっていうのすごくはっきりと出てますけれども、こんな感じでトラックさせてやる。で、そうするとこんな感じで服のね、表面の動きっていうのをこれだけのたくさんのこうトラッキングポイントっていうのを勝手にこう指定してトラッキングしてくれるんですね。なので例えばこういったこう無地の服の上に編集段階で何かこうロゴとかっていうのを付け加える時っていうのは、どうしてもこの表面の動きとかっていうのがあるんで不自然になっていたんですけれども、このサーフェイストラッカーを使うことによって、この後からその服の上にロゴを付け足しても、そのロゴに対してこの服の動きっていうのを加えてくれるっていう風な、そういったね、機能なんですね。で、僕なんかがね、どれだけこの辺のこうサーフェイストラッカーっていうのを使うのかっていうのは微妙なんですけれども、こういったこうトラッキング機能っていうのを追加されているっていうことなんですね。で、あと他にこの辺のマジックマスクっていうのも、アップデートされたっていう話なんですけれども、どうなんでしょう。僕自身はね、これ何が変わったのか、このマジックマスクが一体何が変わったのかっていうのまではね、ちょっとわかんないんですけれども、もしかするとこの辺のこうトラッキングのね、精度とかっていうのが上がっているのかもしれないですね。というわけで僕もちょっと使い始めて、まだね、そこまで18の新機能っていうのを理解しているわけではないんですけれども、やっぱり個人的に僕が日々こう動画編集をする中で、ありがたいかなと思う機能としては、やっぱりこのオリジナルデータとプロキシとの使い分けっていうのが簡単にできるようになったっていうポイントと、あとこのデプスマップね、深度マップっていうのが使えるようになったっていうことが大きいかなというふうに思います。というわけで、ダヴィンチゾルブ18もリリースされたわけなんですけれども、これあくまでもパブリックベータっていうことなんで、18を使われようとする場合はあらかじめデータのバックアップ等を取っておいた方がいいかなとは思うんですけれども、ただね、ぶっちゃけそんなね、17から18のにかけて大きなね、変更ポイントがあるわけじゃないんです。そんなに、使用上大きな問題が出てくるとはあまりこう考えられないと思いますので、気になる方はね、インストールしてぜひ使ってみてください。はい、というわけで、こんな感じでこうダヴィンチゾルブに関しても何かしらね、新情報ありましたらこのチャンネルで扱っていこうと思いますので、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。